ボディにサーブが入ると遠州コーチは左に半歩ずれます。ボディサーブは詰まりやすいのでセンター方向に飛んでいきやすいことを見越しての動きです。見事ボレーに引っかかりました。ここもボディにサーブを入れます。遠州コーチは右側に動き、相手が詰まったところをボレー、相手から一番遠い短いところにアングルボレーでしっかりとポイントに結びつけます。庄司コーチはポーチに出ようと決めてましたね。藪下コーチのリターンが低かったので、ここはアングルに落とすという選択を取った方が良かったと思います。しかし右方向に打ち、オープンコートに打たれ、庄司コーチは完全に足が止まってます。ここで奥田コーチが頑張ってカバーに入って取りました。庄司コーチも慌てて下がってますが、遠州コーチのスマッシュに助けられました。ここは庄司コーチに触らせたかったですね。ここも庄司コーチは動こうとしてましたね。まあ、結果論ですが、アングル選択よりかはここまでポーチに出てたので、藪下コーチの左側を狙った方が良かったと思います。結果奥田コーチが動かされてしまい、ロブを上げる状況になってしまい、苦しい展開になってしまいました。結果バックハイボレーで足元に沈められてポイントにされてしまいました。サーブで相手を動かせてません。なので前衛はアクションを起こしづらかったです。ストレートに打てる状況で待ってないので、前衛はセンターにプレッシャーをかけます。しかしいい深さだったので、相手が返球が甘くなり、センターへうまくボレーが決まりました。センターにサーブが入ったので、手前の前衛はプレッシャーをかけます。それをうまく回避して、いい深さにリターンが返りました。相手のプレッシャーを警戒して、ロブで返球。いい選択です。抜けたのを見て、手前側の前衛がしっかりとセンターに入って、またプレッシャーをかけていきます。ブルーの服の方がフォアハンドに回り込み、コート全体の視野をしっかり確保してダウンザラインへ。ナイスショット。で、この時に手前の前衛の人もより左側に入って帰ってくるボールに対してプレッシャーをかけてます。こういう動きは大事です。リターンの人のナイスプレーですが、このプレー注目するのはブルーの人。最初はストレート攻撃をしてくるかもしれないので、このポジションでいいですが、後衛に返球された時に右に動いてしまいました。ボレーが浮いているので、しっかりとセンターに入って、ペアのいいボールに対してポーチが出れるようなポジション取りが必要だったと思います。結果としては、ペアのナイス足元で終わりました。
センターへのナイスサーブ、相手前衛は少しセンターにプレッシャーをかけます。ワイド方向に入ったので前衛の人はストレート方向にポジションを取ります。ストレートは空いてないので前衛はセンターに動こうとしますが、相手は苦しかったのでロブで対応しました。ブルーの方は追いかけていくときにしっかりと打てる状態を作って、ここまで引きつけてます。相手に打つと見せかけてたのでロブの選択は良かったと思います。そして裏を書こうとしてたのでロブからの前に入ってカウンターを狙おうとしましたが、相手のナイススマッシュに阻まれてしまいました。リターンの返球が浮いたと思った時に手前前衛はしっかりと下がるコードができてます。相手のボールが浮いてきて甘かったですが、無理せずにしっかりと足元へ沈める。ブルーの方も早く棒に入ってコースを隠しストレートへ打ちます。飛んだコース的には甘いですが、しっかりとコースを隠して打ってるのでこれで十分なショットになりました。リターンがとてもいいコースに飛び、相手が手を伸ばしボールが浅くなります。しっかりと打てる体勢を相手に見せて裏を取るロブ、結果としてこのロブはセンターではなくストレートロブの方が相手を対角線上に走らせれたので良かったかなと思います。リターンを足元に沈めました。ここでボールが甘くなったのでブルーの方はもうちょっと前にポジショニングを取ってペアのいいボールを打つのに備えたかったです。結果として下がってる状況なのでここからしかボレーが打てません。しかし結果としてはロブでいい形で抜きました。ロブが抜けたのを見て少し前に二人がポジション取ります。いい深さに上がってきたので無理をせずセンターでもう一回崩します。さらにまた上がってきたボールに対してスマッシュを打つ。この時にブルーの方はまたポジションを前に取っといてあげてもいいかなと思いました。じゃないとセンター方向の足元にしのがれてしまいます。ロブが抜けたのを見て手前前の方がセンター方向にポジションを取ります。この時に相手はスライスで返球しようとしているのでロブの対応ができるポジショニングであれば OK です。もし相手がしっかりと打てるような体勢ならネットとサービスラインの間ぐらいのポジションに取ってあげた方がいいです。いいポジショニングでしたがミスはもったいなかったです。これは最近林クラスに来た方に教えたしゃがみながらのボレーです。しゃがむことにより高い位置からボールを抑えることができます。
サーブがワイドに入りましたが、青い人はストレートをカバーしすぎです。ストロークが打つときに、ここですね。センターがガラ空きになってます。この部分から見るとすごくわかりやすいです。青い前衛がもう少し右側にポジションを取っといた方が、ペアの守る範囲を狭くすることができます。バックハンドでのストレートがないのを見てポーチに出ます。必死のジャンプで叩きつけます。この後必死に返しますが、さらにここで気合のジャックナイフが炸裂です。もう一度行っちゃいましょう。今度は拡大して見事なジャックナイフでした。リターンが足元に入って相手が合わせたので、前衛の方はしっかりとプレッシャーがかけたかったです。ここでも前衛はペアがしっかりと打てる状況ですが、右側にいます。一歩半ぐらい左側にいてもいいと思います。しっかりと打たれましたが、浮かせずに相手の足元に沈めました。たまらずロブを上げましたが、浅くなり下がって対応、またロブを上げますが、深いところにしっかりとスマッシュを打ち込みます。で、最終的に2人ともが下がったとこを冷静にアングルへ角度をつけます。レッスンで見かけたりするのは、2人とも下げたのにまたスマッシュを打って弾かれてしまい、最終的にいいロブが上がって崩されてしまうケースがあります。冷静にどこが空いてるかをしっかりと見てやっていく必要性があります。ストレートアタックはまだないので、積極的にポーチに動きます。結構飛び出したので、次のことを考えてセンター方向にポーチ。その後もしっかりと自分が作ったチャンスなので、もう一回すぐに動き出して、空いたセンター方向にボレーします。いい動きでした。ここでもストレートアタックはないので、また前衛は動きます。相手のロブ返球を警戒して、青い方はセンターにポジションを取ります。そこを見てかワイドにボールを打ち、お互いに平行対平行になるのでセンターセオリーで攻めようとしていきます。ここから何本かお互いにセンターに打ちます。センターからは角度がつけづらいため、センターへの攻撃は効果的とも言えます。ここでたまらず展開を変えるためにロブを上げますが、少し残念でした。前衛は積極的に動こうとしてます。しっかりと打ち込めるのでセンターを選択します。相手が低いとこで打ちますが、ボールは浮かせず、相手にとっても難しい棒でしたが、ここはタッチの天才がコースをつきます。
フォアハンドの逆クロス系のタッチがとてもうまいんです。ここでも前衛が動きます。ナイスボレーです。これだけ前衛が動いているので、リターン側もストレートをもうちょっと使ってもいいかなと感じます。今までストレートのパスはなかったですが、後半でブレイクをするために攻撃的な仕掛けはとてもいいです。なおかつボールがしっかりと低い軌道で飛ばせれたので、相手のミスを誘うことができました。こちらのサイドも違った展開で仕掛けていきます。1本目ロブリターンからスタートして、今までと違った流れを作っていきます。さらにロブを上げた後に前にポジションを取り、相手が簡単にしのげるコースを消します。この状態だと相手は低いボールを選択するか、ロブを選択するしかなくなってきます。いい高さに打たれましたが、センター方向の空いたとこを狙います。少し甘くなりましたが、打ったセンター方向にポジションを取り直して、もう一度自分でボールを奪いに行き、見事なプレーで決まりました。先ほどうまくいったので、もう一度ロブを使って仕掛けていきます。ここでもしっかりと前に行き、相手にプレッシャーをかけます。しかし青色の方が少しポジションを下げてしまってました。相手が打つ体勢を作っていたので、もう少し前のポジショニングを取りたかったです。それでも右方向が空いてたので、そこを狙えればよかったですが、体を横向きに入れてしまって詰まってしまいました。右に打つためには正面向きで入れると良かったですね。ミスになってしまいましたが、先ほどロブを使ったので中に入って、で早いタイミングで打つこのリターンの選択はとても良かったと思います。ゲームの後半に差し掛かってるので、相手もリターンからロブで仕掛けていきます。バックハイボレーが浮きましたが、相手の力が入りづらいところに飛びました。難しい体勢ですが、オープンコートへはコントロールしました。崩された状況になったので、一度ロブで時間を作ります。いい深さには上げましたが、相手のジャンピングスマッシュがうまく決まりました。ワイドにサーブが入り、相手の体勢が崩れます。その体勢を見てボレーに動き、空いたセンターへポーチ。ディフェンスなので無理をせずに前衛の頭の上にロブを上げます。ギリギリですがいい深さに入りました。相手はまだ
相手はまだ体勢が良くないのでスライスでしのいでいきます。自分が左に振られているかつ相手のポジションが後ろだったのでストレートの選択でも良かったかもしれません。センターを開けてそこを狙ってたのかポーチに出ます。相手のボレーが返すだけになりもう一度攻めの体勢に入ります。相手の左側を狙いロブでのサイドアウトになりましたが、ここは相手のポジションが後ろで時間的な余裕があるので左方向ではなく崩した前衛側をもう一度攻めた方が良かったかもしれません。時間的ゆとりがある方を狙うとそこから展開を戻されてしまう可能性もあるので気をつけましょう。相手のスライス返球に時間が合わなく崩されてしまいましたが、なんとか肩の高さまでに抑えることができました。ここで逆を取ろうと逆クロスのショートアングルを狙いましたがうまく返球し足元へ沈めます。ここでさらに浮かせずに足元に返球し返したので相手はたまらずロブを上げました。バックハイボレー側に上げたかったでしょうが少しコントロールが甘くない相手のスマッシュの餌食になってしまいました。センターの足元へ完璧なリターンです。相手もうまくクロスへ返球しましたがボールが浅くなりしっかりと打ち込める体勢からストロークを打たれます。しっかりと打たれているにもかかわらずボールを引き込みストレート方向に流せるボレーのタッチはさすがだなと思いました。これは手前のチームからするともうしょうがないポイントですね。足元へとてもいいリターンをしました。ここは深くに打つことは難しいので短くさらに低いところで打たせれるボールを送ります。たまらずスライスで返球しボールが浮いたところを高いとこから攻めていきます。ロブで対応しましたが長くなってしまいました。皆さんご視聴ありがとうございました。今回は音声での解説という形でやらせていただきました。今回のような音声での解説の方が見やすいかテロップでの解説の方が見やすいかぜひコメント欄にどっちの方がいいか書いてください。次回作成時の参考にさせていただきます。ではありがとうございました。